田辺館は青森県宇つし川町に所在した日本の城。中世から近世の平城で二重の空堀が遺構として残っている。館跡は大館山公園として整備されている。県無年館の頃、八の根城の南部修業が家臣の武田修理、赤目五郎を木材として置いたところと言われる。高昇年館、柿崎城主、柿崎信住が 南部市に背いた際、ぬかの部軍宇総理卿が柿崎氏の配下になったため、田辺間も南部市の攻撃を受けた。乱後に、根城南部氏家新、新田森政が上代となり、その後、八戸氏の続上となる。また、慶長年間に、八戸直政の室、新新二が田辺北方の女官にいたが、元那三年に、南部都市直が根城、南部市から、 下北の支配権を摂取した。漢文9年の頃、立下の常年寺を大官所としていたが、漢文13年頃に、館のある場所に、田辺大官所が移されて明治に至る。母親の役後、明治元年、南部藩の北軍、三古軍、二古軍、近代地位北は、作法され、翌2年、陸奥国三万国として、藍津藩が違法し、都南藩として、 田辺に移ったが、明治4年に廃藩となった。ありがとうございます。